こんにちは、美容師の山崎優です。本日はロングボブ、この方にすっごいおすすめな簡単な韓国風なアレンジ紹介していきたいと思います。今回の髪型は全然巻く箇所が少なくても正面から見ても後ろから見ても可愛くなるスタイルなので、巻くのが苦手っていう方もぜひやっていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。では早速いきなり巻いていきたいんですけど、すぐやっちゃうと前髪の割れでしたりとかトップとか、ここ多分よく割れる人多いと思うんですけど、その何もしないでそのまま巻いてしまうと、同じもの巻いてもここが治ってるか治ってないかで全然違いが出てきてしまうので、ちょっと今日はそこを治すところからやっていこうと思います。使うのは普通の水ですね。これスプレイヤーって入ってるだけなんですけど、お家にないよっていう方とかは全然水道水そのままバーって手で濡らしてやっていただいて大丈夫です。濡らすポイントとしましては、最初にこの前髪の根元をですね、結構この時に毛先だけ濡らしてしまっても意味がないので、しっかり地肌の方から濡らすように描いていきます。前髪周りですかね、しっかり濡らしていただいたら、今度はトップですね。結構この辺で止めちゃう人が多いんですけど、おすすめは後ろまで濡らす方です。結構この割れ際後ろまで続いちゃってることがよくあって、結んだ時とかもここ割れてると可愛くないと思うんですけど、濡らすだけでしっかり治るのでめちゃめちゃおすすめです。ポイントとしてはもうなんかそんな濡らすぐらい濡らした方がめちゃめちゃ綺麗になります。しっかり濡らしていただきましたら、使っていくのはこのキヌジョさんのドライヤーになります。風量むちゃくちゃ強いんで、私いつもマックスでやっちゃうんですけど、風量強いんですぐ乾いてくれるので、なんかちょっと髪の毛パシャパシって当たるんですけど、マックスでやるのが一番おすすめです。まず前髪周りですね。描くときに表面だけ描いても意味がないので、地肌を擦るように描いていきます。でこの時に結構その真ん中だけとかやりがちなんですけど、生え癖って言って癖が左右とかに広がってる方とかも多いので、広めに擦るのがおすすめです。で前髪先に乾かしていただきましたら、次このさっき言ったトップですね、この横のところも後ろにこう描くように描いていただくと割れがなくなっていくので綺麗に見えてきます。最後にやってたこう上からドライヤーを当てて温めてたんですけど、この上から当てるっていうのは髪の毛がこうパヤパヤっていう毛ですかね、出やすいんですけど、あれがこうドライヤー当ててあげると熱の力でこう巻き髪もすごい綺麗に見えます。でここまで作ってからしっかり巻き髪やっていきます。はい、乾かし終わりました。使っていくのが32ミリのコテですね。温度が180度です。これ160度でもおすすめなんですけど、私結構キヌジョのアイロン結構コテのここが髪に優しくて痛みが少ないので、180度でも全然問題ないかなと思ってます。土台からでは巻いていこうと思います。まずですね、結構細かく取らなくても大丈夫なので、大体ざっくり耳横ぐらいですかね、大きく取って毛先は外羽から巻いていきます。外跳ねする時のポイントとしましては、床と平行に入れるのがおすすめです。縦に巻いてしまうと結構外跳ねがなんか前向いちゃったりとか後ろ向いちゃったりっていうのがあるんですけど、平行にしていただくとこういう感じですね、綺麗にタコさんウィンナーみたいな横向きに広がってってくれるのでセットがしやすくなります。反対側も同様にですね、同じ感じで外羽で巻いていきます。全部巻けました。ぐるっと一瞬巻けましたら、今度はだいたいまた耳横ぐらい、太めで全然大丈夫です、取っていただいて、この時に全部を一気に巻いてもいいんですけど、今日やってるおすすめがロングボブって言って、そこまでロングじゃない方の長さなので、全部巻こうと思うと多分結構コテが顔に近づいて怖くてできないとかいろいろ心配なこともあると思うので、この半分に割ったところからさらにこめかみの上ぐらいですね、上段だけを取っていきます。この辺ですかね、ここがちょっと細くなるだけで巻きやすさ全然違うので、この辺で取っていきます。取っていただきましたら横に引いていただいて、太い分面は綺麗に広げます。でアイロンの挟む方前ですね、前向きにしていただいて、このままグッと挟んでいきます。挟んでいただいたら、このまま閉じていただいて、ぎゅーっとハの字に倒して巻きつけます。ほぼ平行で温めていただいたら、コテを縦に戻して抜きます。毛先はまた横側にしてあげると、抜いた時にここの最初の外羽と揃ってくれるのでバランスが可愛くなります。で本当はすぐバーってほぐしたいんですけど、すぐほぐさない方がカールの持ちとかも良くなるので、このまま逆側も同じようにやっていきます。挟む方前にして、このままキューッと挟みます。
キュッと挟んでいただいたらぐるぐるっと平行気味に温めていただいて縦に戻します。そしてそのまま下に抜いていただいたら、また毛先を平行にキュッとですね。あったかいうちだと形が整えられるので、あ、ちょっとやりすぎちゃったなって思った時とか、こうあったかいうちに形を整えていきます。で、巻いていただきましたら、ここをふわーっと手でほぐします。で、こう見た時に、あ、形高さちょっと違うかもと思ったら、具合を見て足りない方、こっちの方がちょっとここが高いのが分かりますかね。高いところとかはもう一回取っていただいて、手の高さを変えてあげるとさらに上がってきます。持ち上げる感じですね、上にギューッと。下の方はもうさっき巻いてるので、そこまで巻き直さなくても全然大丈夫です。で、直していただいたら、ここの今度横毛ですね、カットされてる方はあると思うんですけど、ここの毛を持ち上げます。で、持っていただきましたら、また挟む方前にします。前にして挟んだら、これあんまり熱当てると逆にグルンってなっちゃうので軽くやっていくんですけど、ぐーっと挟んでいただいたら前に滑らせるだけで十分です。ここもあったかいうちに毛先がこう中に来るように形を整えます。毛側も同じくです。挟む方前っていうのは変わらないので、アイロンから前にしてあげて、ギュッと前に押し倒してあげてください。で、ぐるっと巻いていただきましたら、次に前髪の部分ですね。前髪、ここから形をハの字で取ってあげます。ハの字で取ると前髪、最近よく見る薄めの前髪になるので、ここで分けていただいた余ったこの、だいたい黒目と黒目の間ぐらいですね、この幅だけをアイロン通していきます。これアイロンちっちゃくてめちゃめちゃ小回り効くやつなんですけど、結構大きいストレートアイロンとかでもいいんですけど、やけどの可能性あるので、もしちっちゃいのがあればちっちゃい方がおすすめです。そのまま通しちゃう方多いと思うんですけど、そのままビーってやると内側の毛だけうねってしまったりでしたりとか、変な方向曲がったりしちゃうんですけど、私はまっすぐ下ろしたいので、あればでいいんですけど、こう100円ショップとかにも売ってるコームですね、これで最初に整えてあげます。で、指で整えてあげてから、アイロンでまっすぐギューッと通します。で、おすすめなんですけど、ここで温まるまで止めてあげるんですよ。これやってあげると毛先がぐるんって丸まらずにまっすぐな前髪ができるので、冷めるまでちょっと待ちます。M 字みたいな感じですね。で、こういう感じで冷めてからほぐしてあげる。で、ここから横に開いてあげると割れたりしないまっすぐな前髪が出来上がります。で、前髪作ってあげて、もうこれでおしまいでもいいんですけど、レイヤーカットって言って、表面にちょっとこう短い毛が入ってる方、ここ頭の張ってるとこ鉢って言うんですけど、この鉢の表面取っていただくと、そういうカットになっちゃうんですけど、してる方とかはこの短い毛レイヤーが出てくるので、この毛を最後、さっきのまたコテですね、コテでちょっとぐるっと毛先内巻きでいいので巻いていただくと、これが後ろでちょっとしか入ってなくても段の分動きが出るので、今のだけでも後ろもふわっとして見えるようになってきます。で、全部巻いたらもうブワーっとですね、今まで作ったのを全て壊すようにほぐしていきます。で、全部ほぐしていただいてからオイルですね、つけていきます。最近はウェットも可愛いんですけど、韓国風とかのはふわっとしてる方がボリュームが出て可愛いので、オイルつきすぎも注意です。結構手全体に広げていただいて、おすすめはこのこめかみあたりからですね、ブワーっとほぐすようにつけるのが大事なので、空気を入れるようにほぐしていきます。で、手に余ったのを今日作ったこの遅れ毛ですね、横毛でしたりとか、前髪は全部つけてしまうとペタッとしてしまうので、毛先の先だけに今日余ったのをつけるのがおすすめです。で、つけていただいたら、さっきみたいにこうハの字に広げる感じですね。後ろもバーンって適当に出してもいいんですけど、おすすめとしまして、襟元から前に出していただくと首元キュッと締めてくれるんですよ。首元締まると顔も締まって見えるので、この首元締めてあげてからお顔周りも整えていく感じですね。で、結構がっつり巻いてるので、あんまりなんか巻いた感が嫌な方とかは、こういう太いのとかがもしあれば、こういうのとかで最後ほぐしてあげる、ゆるんって形を整えてあげると、カール感が崩れて巻きすぎてない感じになるので、めちゃめちゃおすすめです。なんか朝時間がなかったりしてもやっていただくと綺麗に揃ってくるので、ぜひぜひ試してみてください。ということで、いかがだったでしょうか。この
韓国風の簡単なポイントは巻くことが少ないんですけど、でもこの顔周りをしっかり巻くことによって表面の立体でしたりとか、レイヤーが入っている方は後ろのワンカールだけでも動きが出るように作ってあるので、ぜひぜひ試してみてください。今回はスタイリスト山崎優が解説させていただきました。こちらに私のインスタのアカウントが出ていると思うんですけど、フォローしていただけるとすごい嬉しいです。またこのキヌジョの公式チャンネルではこんな感じのヘアケア、ヘアアレンジですね、髪に関するハイツーとかをご紹介しているので、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。その他のキヌジョの公式 SNS も画面に多分出てると思うんですけど、こちらもぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。